かない。怖いよ。首切られそうだよ。後ろ揃えるだけだろ。じっとしてないと本当に首ちょんちゃうよ、トンボみたいに。言い過ぎないでね。かっこ悪いから。ヘアスタイル気にする年じゃないだろうに、まだ。でも切っちゃったらな。ちょっと何よ。これでもね、床屋行ったら1000円は取られるんだよ。次はお風呂だよね、お兄ちゃん。あ、てるちゃんすぐ入れるからさ、さだちゃん後に言っといて。すぐったいよ。いろんなこと言うことね、この子は。どのくらい待たせるんだよ。こっちにだって聞きたいラジオがあるんだからな。てるちゃんばっかり可愛がるもんね、こなみちゃんも。てる坊も少しいい気になってるんだよな。このうちのお荷物のくせにずうずうしいってあれしねえや。それしゃぶってろよ。お前、こなみちゃんにおしめも変えてもらうのか、お母さんの代わりに。いくら待っててもお前のお母さんはもう迎えに来やしねえぞ。お前のことなんかきれいさっぱり忘れてるもんな。あれ、お前卑怯だぞ。王様がそんな隅っこに逃げやがって、攻められりゃ死ねえじゃねえか。これはね、アナグマといって高等戦術の一つなの。あ、兄貴知らねえの。何がアナグマだよ、ヒグマみたいな顔しやがって。王様というのはな、常に先陣に立って戦わなきゃ兵隊がついてこないんだよ。おい、出てこい、表出てこい。出てこいったって、そんな。あ、そう、じゃあお前の負けだ、やめた。それはねえよ、兄貴。終わった。いや、終わったわけじゃねえんだけどさ。お前諦めが悪いんだよ。あ、俺はこっちにする。兄貴は負けてくるといつもこうなんだから。じゃあ一人続けろ。だめえな、一人じゃできねえんだよ、将棋は。おい、なんかつまみねえか。ビールが出ただけでも感謝してよ。私まだお風呂にも入ってないんだからさ。ああ、頭数が多いからな。こなみちゃんも気の毒だよな。何がお風呂だよ。だいたいな、他のお手伝いさん見てみろ。お前なんか他のうち行ったらお前3日で食いた。3日で。じゃあ他の人ね、探してきなさいよ。半日でやめてっちゃうよ、こんなうち。なんだよその言い方は。こら、待て、ぶたたいてやる。やる。こら、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 あいた、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 ダブルパンチ。テルトシ、コナミ。同窓会？いつ？あ、そう。うん。まだ通知見てないの。そうね。きっとどっかに紛れ込んじゃったんだわ、手紙。あ、ええ。じゃあ、できるだけ行くわ。うん、その時に会いましょう。はいはい。じゃあね。兄、昔の友達？ねえ、人が電話してる時は静かにしてよ。うちを出て私一人でマンション暮らししてることになってるんだから。もう大体分かっちゃってるよ、世間には。ねえ。一日も早く結婚しちゃった方がいいんじゃない？このままの状態じゃ私たちばっかり悪者になるわよ。
これは別にどっちでもいいけどね。私は嫌。人目を忍んでこそこそ暮らすのはもう飽き飽きしたわ。おい、君はね、まだ大国鶴尾の奥様なんだぞ。今日離婚したってさ、半年先でなきゃ俺とは結婚できないんだよ。いや、法律がそうなってんだからさ。そう、じゃあ今日行って話をつけてきます。ああ、まあそう簡単に行くかな。先生にもメンツがあるだろうし。ああ、そう焦るなよ。私と結婚したくないの？とんでもないよ。僕はね、君のこと愛してますよ。ほら、こんなに。じゃあ区役所行ってきます。離婚届をもらいに。適当に朝ごはん食べててね。奥さんの手紙、向こうに返送しますか？ほっとけ、あんな女のことなんか。先生、早くけじめをおつけになった方がよろしいかと思います。もうかなり悪い噂が巷に充満しておりますので。私はな、被害者なんだよ。悪いのは向こうの方だろうが。それにお前なんだよ。女房を捕らえたからってギャー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 大騒ぎができるかみっともない。先生、しかしほっときますと先生まで笑い物にされちまいますよ。もし先生がお嫌なら、私が言って何かぶん殴って奥さん引き取ってきましょう。バカ、もうね、純子なんか見れないよ。俺は欲しけりゃ何かにくれてやるよ。本当ですか？ファー、なんだよその目つきは。変な目つきするんじゃないよ、本当に。いや、それならそれで結構なんですけど。もし純子がね、戻りたいって言ってもあれだよ、もう蹴っ飛ばしてな、門から叩き出してやるよ。さすが先生だな、そう怒らくっちゃ。欲しくばありましょう、のしつけてだよ。ねえ、ここにさ、吹き出し入れよ。そうすりゃバッグの絵が一つ助かるからさ。なんだよ、手抜きすることばっかり考えてんだ。でも長姉さんは、だって人の仕事だもん。力なんか入んないわよ。その分男探しに精出すわ。ああ、やだやだ。先生見てたってわかるでしょうよ。男なんてね、ちょっと年取りゃみんななんだから。君を一生幸せにするよなんてあれでも言ったんだろうからね。お昼にしましょうか、そろそろ。あ、まだいいや、兄貴先生と話してっから。あんたもね、花嫁修行のつもりだったらやめた方がいいわよ。何もね、男のためにそこまですることはないって。花嫁修行だったらもっと他にいい方法があるみたい。じゃあ何？お金のため。お金儲けにもならないわよ、この給料じゃ。じゃあなんで働いてんの、こんなところで。なんでだろう、私。あの、いちいち難しく考えないんです、めんどくさいから。その代わり、なんていうか、こう体を動かしてるのは好きなのよね、私。そこがいいところだよ、こなみちゃんの。この分じゃ、ウーマンリブも程遠いですな。ほっと、あ、はい。あ、すっきりした。あ、一休みするから。あ、疲れた。こんにちは。くそ、先生いる？よかった。ああ、熱いコーヒー入れてきてちょうだい。ケーキは買ってきたわ。忠実な番犬の皆さんにも食べてもらって。あなたもね。ごちそうさまです。ねえ、何日に来たんだろうね。戻ってくるつもりかね。そんなこと先生が許すわけねえだろうが。いや、わかんないわよ。先生だってあんな若い奥さんに二度ともらえないんだもんね。まあな。泣いて謝られたりしたらさ、ふにゃふにゃになっちゃって。よしよし、じゃあ帰っておいでって。泣いたか言うよ、言うよ。バカ野郎、だいたいね、あの奥さんが人に謝るタイプじゃないだろうが。だろう。じゃあやっぱり別れ話かね。まあそんなとこだろうな。リスケも立ち会ってやったら。先生一人じゃ丸め込まれちゃうわよ。大丈夫だよ、あの先生はね。純子、お願いだよ、帰ってきてくれよ純子、なんていう人じゃないんだよ。毅然としてな。バカ野郎、出て行け。腹水分に帰られた。そういう人なんだよ。まあ見てろ、次の一コマ。なあ、もう一遍やり直そう。あ、お前の好きなもん何でも買ってやるから、自由に暮らしていいからさ。嫌です、もう二度と戻る気はありません。純子、男らしくないわね。あなたは女房に逃げられたのよ。一発張り倒してやるぐらいの気持ちを持ったらどう。とんでもないよ、お前殴るなんてはできませんよ。まあとにかくこの離婚届に判をちょうだいね。
もうどうにもならないんだから。そんなに好きなのかい？あの女たらしのどこがいいんだい？どこもかしこもよ。どこもかしこも。はい。すいません、遅くなっちゃって。何しろあのコーヒーが切れちゃってて急いで買いに行ってたもんですから。はい、すいません。あら、よし、俺も男だ。逃げた女房に未練なんかもありゃせんぞ。よし、もう二度とな、このうち顔見せるな。分かったか？おかしな人。テルちゃんどうするんですか？あの子あのままほっといたらどうなっちゃうか分かりませんよ。テル坊は渡さないよ、私が育てるんだ。無理ですよ、先生だけじゃ。あなたも、あの子は本当の母親が必要だわ。あの子、母親の愛情に飢えてるんです。奥さんお願いです、テルちゃん引き取ってあげてください。余計な口出すな。長生きだよ、向こう行ってろ。なあ、聞いたろ聞いたろ、いざとなれば先生はね、そういうことはビシッと決めるんだよ。ちょっとぶん殴ったのかな、奥さんを。殺したりしねえだ。ちょっと見てくれ。あ、いけ。これでな、このうちもすっきりしたよ。我々もマスコミにビグビグビグビしないで済む。うん。ああ、コナミちゃん、うん、どうだった？ちょっと、血の雨からか降りそう。うん、別に。先生、離婚届に反抗したよ。そうだろ、そうだろ、それでいいんだ、それで。でもなんだか泣いてたみたい。ん？ああ、いくら気が強いっつっても女だもんね。まあ、女ってな。先生がよ。先生が泣いたの？大笑いですな。バカ野郎、そんなはずがねえだろ、お前。余計、変なこと言うなよ、お前。だって、明後日もあるか、お前。お邪魔しました。奥さん。いろいろとご心配おかけしました。どういたしまして。先生のことよろしくお願いいたします。わかりました。じゃあ、縁があったら、またお会いいたしましょう。そうですね。立派立派。あの奥さん、テルちゃんは？あんた黙ってりゃいいの、関係ないんだから。あ、そうそう、先生には気をつけた方がいいわよ。あんたみたいな若い子には目がないんだから。それに手が早いしね、年寄りのくせに。じゃあ、あ、奥さん、これ。あ、そうそう、このうちの権利書、離婚のプレゼントだって。貯金なんて全然できない人だもんね、先生は。てるちゃん、母さんね、この家から出ることになったの。明日迎えに来るから、あんたも荷物まとめといてね。成川さんと3人でマンションで暮らすのよ。大丈夫、すぐ慣れるわよ、あんたも。喜んでないみたいね、あんまり。そんなことありませんよ、私がよく話しておきます。そう、持て余してたんでしょ、あの嘘つき坊主。違います、いい子ですよ、彼は。いいのよ、分かってるわ。じゃあ、さよなら。どうも。ねえ、お姉ちゃんの言ってた通りだろ。お母さんは絶対テルボのこと忘れてないって。うん、なんでもっと嬉しそうな顔しないのよ。お姉ちゃんの前で格好つけることないじゃないか。子供はね、感じた通りに笑ったり怒ったりすりゃいいの。ほっとくれよ、もう。一体何が気に食わないの？この家出たくないの？だってさ、遊びたけりゃいつだってくれるじゃないか。そうだろ？来るもんか、この家。出て行ってくれ。何なっちゃうな、お父さん。分かったよ。金輪際あんたのことなんか心配してやらないんだから。権利書？先生、どうしてそんなものを渡したんですか？だって、リスケ、お前、他に選別で渡すようなものないだろう。
選別って先生、男を作って出て行った奥さんにどうして選別なんかあげなきゃいけないんですか、まあ、そんなことはね、泥棒に追い線と同じですよ。まあそう言うなって、その純子だってね、今まではこの家でさ、まあいろいろとその、はあはあ言うなってんだよ。いろいろ苦労をしたり辛抱してきてるんだからさ、なんかしてやらなきゃかわいそうなんだよ。あの権利書ってのは何だろう、銀行を持ってきゃ金借りることもできるんだろ。その金は誰が返すんですか。あ、そう、いやそれは、ね、金を返さなきゃ銀行はですね、その物件を競売に出しちまうんですよ。担保物件どころじゃありませんよ。何かがその気になればこの家を売ることだってできるんですかね。そしたら新しい人が入って、先生も我々もどこ行けばいいんですか。まあそうなったら、そうなった時にまた考え、先生そんなのんきなこと言ってる場合じゃないでしょうが。それは言うなってんだよ。お、俺は天下の大国にするわ。これでも女房にね、手入れ金も渡さなかったって言われた松代まで恥だよ。俺は大事よ、自分の家を俺がどうしようが、お前らにとやかく言われる筋合いないよ。どうも、お邪魔してます、奥さん。あ、すいません、今お茶を。いえ、結構です。あの、僕もすぐ仕事場に帰らなきゃ。それじゃあ、先生、うん、じゃあ仕上げ任せるから、テンポ出せよ。はい、うん、どうも、失礼しました。どうも、ご苦労様。それじゃあ。奥さんだって他に呼びようがないだろう。でも、急に言われたからドキンとしちゃったわ。大先生に会ったのかい。成功よ。明日は日曜日だから、明後日出してくるわ。すんなり判をしたのかい。それが泣き出したのよ、あの人。未練たっぷりってわけかね。でも最後には納得してくれて、こんなプレゼントまでくれたわ。あそこのうちの権利書。何？ちょっと見せる。それあなたに預けるわ。その代わり条件があるの。テルトシ引き取ってもいい？あの子のことはもう諦めたって言ったじゃないか。君は、私たちがこのままじゃね。でもいずれ結婚できるとなると話は別よ。やっぱり私たち二人で育てた方がいいと思うの。どうせあそこのうちの子にだいぶいじめられてるみたいだし、やっぱり子供には両親揃ってた方がね。ねえ、お願い。しかしこのうちが人に渡っちゃったら原稿どこ取りに行きゃいいんですかね。バカ野郎、そんなことになってたまるかよ。だけどリスカさん、権利書渡しちゃったんですよ。アホらしくって話になんなわよ。兄貴、こうなったらさ、奥さんに頼み込もうよ。それしかねえって、無駄無駄。まあおいそれと返すもんですから。女がそもそも先生のところに5歳に来たんだってさ、財産が目当てだったんだから。とにかく俺が行って話をつけてくる。ああ、俺もね、一緒に行くよ。頑張って、うん、頑張ってね。頑張ってよ。そうさ、ちょうど一回だから、いっそこの工場辞めちゃったら。辞めてどうすんの。自立してデビューするんですよ。この文化さん全面的にバックアップするって。売れなかったら俺拾いますよ、責任持ってさ。へえ、さくちゃんが、どうやって骨拾ってくれんの。そこまで言わせなくたっていいじゃないですか。お嬢さんもう人が悪いんだから。もうだってはっきり言ってくなくちゃ分かんないんだもん。いや、だからつまりね、そのまあ僕の主観的人生設計の長期計画の展望におけるですね、可能性を追求する。ちょっとちょっとちょっと、それはあ、びっくりした。あぶねえ、もうちょいで連載漫画一部休みになっちゃうとこだった。リーコが行く白黒ロード、ミルクの実人形の巻、大国鶴を。じゃーん、キンキラキン、黄金の角を持つ男、僕ちゃんテレビスター角牛次郎。知ってる、流しよだれの色っぽさで中年おばあんたちのアイドル。流し目でしょ。それに僕ちゃん本当はおばあんよりもギャルの方が大好きなの。この若草のような香り、ミルクの匂い。おじさんロリータ趣味だったので、その何々趣味っていうの言わないでほしいな。ほら、芸能記者が狙ってるんだ。うの目、鷹の目。ねえねえ、お嬢さん、何もしないから付き合ってくんない。いや、いや、本当に何もしないってばさ。だから嫌って言ってんので、それじゃ何かするからさ。うの目、当たり目。中年女性のアイドルスター角牛次郎が若い女性と都内某マンションに入った。ふぅ、バタン、カチャンカチャン。鍵を閉め、密室に男性と二人きり。
いよいよ処女喪失か。スターという名の巨名の角をば取り外してスポッチョビ、これがスターの素顔と素肌。うわぁ脱いだ、いやバカ、やめてやめて、くねくねくね、ヤッホーゲッ、会いたかったよ、ホモカズくん、リュウちゃん、俺は待ってたぜ。あたいたち女に飽き飽きしてるのよね、女なんか嫌いなのよね、ねちょねちょねちょ、そう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 、これこそ真実のお付き合い、イエーイ、ホモ、なんかしてくれるって言うからついてきたのに、いやーっ、の目どうだったかの目。あの人は本物の芸術家、あたいたちおかまでままごとして遊んだわ。リーコの役はダミー、ミルクのみダミー、今回もまたダミーだった。チャランポラン、テルボー、何してるんだお前。荷物のせる。おいお前、本気で母さんについていくか。テルボー、父さんのどこが気に入らんのだい。お前はね、このうち出てっちゃダメだよ。あんな成川みたいな男がお前を幸せにできるわけないだろうが。お兄ちゃんは出ていけって言うんだもん。出てかなきゃ小包にして送っちゃうって。なんだ、こっちは別に行きたいわけじゃないけどさ。つ、本当に。おかえり。離婚したんだって親父たち。そうみたいよ。あの悪ガキはどうすんだい。お母さんが引き取るんじゃないの。そりゃいいや、これでうちの中もスキッとするな。なんでそう、テルちゃん邪魔扱いするの。小さい子いじめるなんて最低だよ、兄貴として。冗談じゃねえよ、俺の方があいつに噛みつかれてるんだぜ、何遍も。それにあのチビ、親父にごますったり俺たちのこと言いつけたりしやがるからな。子供らしいところが間抜きしないんだよな。そんなことないよ、普通の子だよ。どっちでもいいや、どうせいなくなっちまうんだから。もまだ決まったわけじゃないぞ。おい、テルボは私は絶対渡さんから。あのこと言うのが嫌ならな、貞彦、お前の方で出てけ。と、本当にまあ情けないね。あれでも私の跡取りかね、本当に。そりゃあ、サダちゃんやハッちゃんだって面白くないですよ。先生はテルボーのことしか可愛がらないんだもん。また私に意見する気か、お前は。思ったことはお腹にしまっとけないんです。私お母ちゃんにですから。これ以上な子供のことに口出すと本当にもうやめさせるよ。脅かしたってダメ。先生のことなんて全然怖くないんですから。私なんだ。あ、ちょっとそのガス弱くしてちょうだい。うん、で、あのお鍋なんかかき回しててください。うん、私もテルちゃんがいなくなっちゃうのは寂しいけど、でもやっぱりあの子はお母さんに預けた方がいいと思うんですよね。そしたらきっとサダちゃんやハッちゃんだってよくなりますよ。先生ももっと考えてあげてくださいよ。二人ともお父さん取られちゃったからテルボーが嫌いなんです。わかんないかなそれが。ほら焦げてる。ああ、どうしたの今日は二人お揃いで。成川はいないんですか。仕事の打ち合わせで出かけてるわ。彼に用？いえ、奥さんでも結構です。ズバリ言いましょう、先生から受け取った権利書返してくれませんか。どうして。どうしてもこうしてもないでしょう。あんなものはあんたは受け取る資格なんかねえんだから。奥さん、あのうちを売られたりすると先生親子は行くところがないし、我々も仕事場がなくなっちゃうんです。返してください。お願いしますよ。バカ野郎、お願いなんかすることねえよ。兄貴、奥さん、あんたも少しずるしすぎますよ。先生はお人よしだから離婚届の判を押してくれたじゃないですか。あんただって好きな男と一緒になれたからそれでいいでしょう。これ以上先生を利用するのはやめてください。むしろ勝手に迷惑かけたのはあなたの方なんだから。リスケさん、あなたちょっと思い違いしてるみたいね。私はお金をくれとか、あの家が欲しいなんて一言も言ってないわ。あれは先生がご自分で出してきたのよ。ああ、そうですか。くれたからもらっただけですか。そうよ。
だから返すんなら先生に直接お返しします。あなた方には渡しません。嘘つき、返す気なんか全然ないくせ。兄貴落ち着いて。俺興奮してるか。ああ話し合いにならないよ。奥さんちょっと考えてくれよ。あんただって先生が好きだから結婚したんでしょうが、決して金のために結婚したんじゃないでしょう。だったら別れる時ぐらい綺麗に別れてくれませんか。帰って、今日は疲れた私。なんて言い方だよ。ちくしょう、あの女。兄貴無理だって。奥さんももう興奮しちゃっててさ。先生のお人よしには本当に参るよ。いつもこうなんだから。あ、成川さん。おや、お揃いで。あ、どういう風の吹き回しだ。お前なんかに用はねえよ。あ、まあまあまあ、待てよ。相変わらず、あいつの寝男だな。せっかく来たんだよ。ちょっと一杯やってけ。冗談じゃねえや。お前と一緒に飲むくらいならな、便所に流したらよっぽどマシだ。おい、一気よ、トイレ行くぞ。なんだい、かっこつけやって。権利書を取り返しに来たのか。大丈夫、渡さなかったわ。渡そうが渡さないが俺には関係ない。あら、君のもんだよ。俺があんなおんぼれ屋敷欲しがってると思ってんのかい。冗談じゃないよ。じゃあ照俊は。君が預かりたき預かってもいい。ただし父親役はごめんだぜ。俺はね、子供と猫が大嫌いなんだよ。そりゃダメだよ。権利証とかさ、実印とかってのはね、うっかり親兄弟にも渡しちゃなんねえってんだよ。そう、だからリスケが預かっときゃよかったのよ。しかし実際さ、考えらんねえよな。バレンタインのチョコレートみたいにさ、簡単にうちをプレゼントするなんつうな、うん、しかし本当に腹立つよね。昔ならなんだよ、クリアお家のご法度だねえ。成川と奥さんをさ、二人揃えてスパッとさ、やるところだよ。それをさ、選別までつけて別れるだなんてのも腹立つね、本当に。翔子が先生のいいところだよ。あんたなんか私と別れたってちり紙一枚くれないだろ、このドケチが。何言ってんで。てめえと別れることができるんだったらね、東京中の人間に水晶売っちまうね、おら。あら、いいとも。明日にだって出てってやるよ。おいおい、私を待ってる男は星の数ほどいるんだよ、あんた知らないだろ。わらせるんじゃねえよ、おめえ急ぎんちゃくのお化けみたいな面しやがって。まあ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 、まあ、その辺にしなさいよ、もうね。せっかくのさ、この寿司ネタがさ、まずくなっちゃうからさ。あ、だけどね、喧嘩できるうちは安心よ。先生なんてさ、奥さんに面と向かって怒ることすらできなかったんだから。うちの旦那は、おかみさん出てったら一日中泣いてますね。おい、おかしなこと言うんじゃねえよ、サブ。誰がこんなメダカブス、おめえ。メダカブス、うん、救いようがねえブスっての。ナウイでしょ。ちょっと、どこがナウイんだよ。だろうよ。なんだよ。うち取られたら、みんなどうすんでしょうね。うん、さあね、コナミちゃんのことだけが心配なんだろ、サブちゃんは。そんな。周りは春だってのに、俺だけだな、春遠いのはさ。はあ、サクちゃん、うん、一杯行こう、一杯行こう。ダメダメダメ。この人、私のこと今日車で送っていくんだから、ダメ。私車持っててもできないんですね、恋人。そういうこと言うなっつんだよ、サブちゃんも。お気の毒ね。お嬢さん、そう思うんだったらね、キスぐらい差し返さいよ。一生の記念の思い出にしちゃいますからさ。やだ、うん、情けねえ男が増えたね、この節。ビール出すよ。いいよ、自分でやるよ。ねえ、リスケさん。ああ、どう思う。何が。私さ、なんだか心配になってきちゃった。うん、あんな奥さんにテルボーを任せて大丈夫かな。何言ってるんだよ。テルボーを奥さんに引き取れって言ったのはお前だろ。でもさ。でももう明後日もないんだよ。本人が行きたいってのはそれでいいじゃないか。こっちも助かるだろうが。そんなことよりテルボーのみんなって考えてやってよ。それどころじゃないだろうが。このうちが人手に渡るかもしれねえってのに。中に住む人があってのうちだろ。家族の心が一つだったら橋の下だって暮らせるよ。しゃらくせえこと言いやがる。リスケさんだってトモコさんと別れたばっかりでしょ。なら先生の気持ちだってもっと分かるはずよ。だからさ、先生のことそんなに責めないであげてね。お風呂入ってく
くる。遅くなっちゃうから。先生。お、お前か。一杯どうですか。蒸しますね。うん。よく冷えてますよ。はい。リスケ。はい。すまんな。またお前たちを宿なしの野良猫にしちゃうかもしれん。先生、そんな心配しないでくださいよ。どんなことがあっても俺、先生にとことんついてきますよ。金魚の糞みたいに。テレボーどうしますか。まあ、あいつ自身に考えさせよう。うん、それが一番いい。会えますよ、いつでも。だといいけどね。ウイスキーにするか。そうですね、氷持ってきます。先生、徹底的に飲みましょう。お嬢さん。え？お嬢さん。何？遅れちん代わりってちゃなんだけどさ、いっぺん喫茶して。で、お願い。ええー。いいじゃない。じゃあ、ほっぺたならいいよ。ほっぺってそんな、はい、10代の子供じゃないんだからさ、そのお嬢さんの大トロのような唇に僕したい。ね。いや、悪いけどダメ。じゃあお嬢さんね、あの、このほら、なんていうの、ガラス越しだったらいいでしょ、これ。ガラス越し？昔ね、映画の中でこういうシーンがあったのよ。ロマンチックですごい良かったのね。ほこりだらけじゃない、やだ。大丈夫、大丈夫、お嬢さん、大丈夫。ほこりなんてな、お嬢さん。ね。はい、きれいきれい。ああ、きれいだ。これで、いいものが出てきたな。さあ、お嬢さん。ねちょっと、誰かに見られんじゃない。そんな、大丈夫だって気にしない平気だからさ、ね。もう少しあげる。なんかグロね。なめくじがへばりついてるみたい。いいじゃない、早くさ、ね、早く。で、目つぶるは怖くない。目つぶって、目つぶって。いろいろうるさいよね。じゃあ。おっと、あらっと。とてもロマンチックでよかったわ。じゃあおやすみ。ああ、これだもんな。あら、なんだよ、まだ文句あるの？これ返すよ、借りてたやつ。あげるよ、これ。暇な時は道場おいで。いつでも稽古つけてあげるから。うん。荷物まとめたの？大体。付け合い椅子や本箱は新しいやつ買ってくれるってさ。このうちよりはお金あるからね、今度は。ねえ、寝るぼう。よく言うこと聞くんだよ。そしたらちゃんと可愛がってもらえるから。デルボン本当はいい子だもん。お姉ちゃんが太鼓判押すよ。だから自信持って頑張っといでね。あ、早く寝なくちゃ。明日早く起きてお母さん待ってるんだろね。ありがとう、コナミ。Pero...
おはよう。これ日曜の朝から働いてるの、サボちゃん。違うよ、これ持ってきたんだ。ん、タイのお頭付き焼いてあるからさ、うちの旦那がテレボーに朝食べさせてやるって。ほんと喜ぶや、あの子焼き魚好きだから。いや寂しいだろう、弟取られちゃうみたいで。うん、ちょっとね。代わりに可愛がってもらおうかな、俺。そうね。えバカ。やっぱりね。お前いつかこれ欲しがってたな。やるよ、俺もう一つあるから。すげえな。寿司金さんの差し入れ、てるちゃんに言って。なんだ、嫁入りみてえだな。手伝おうか。先生起こしてきたよ、それより。よし、さ。たいか残りたいか。ちなみなんだよその格好。最後の稽古つけてくれよ。よし、いいと思う。待ってね。なんだよ、こんなところで寝ちゃってたのか。兄貴、兄貴。ん、おあが今何時だよ。もう8時半過ぎだよ。8時半では今日は日曜日だろ。だって寝かせろよ。奥さんが来るんだよ。あ、そうか。あ、先生奥？ああ、寝かしときよ。昨日俺と朝方まで一緒に飲んでたんだ。いや、でもさ。いいかよ、テレボーに合わせない方がいいよ。また逆上しちまうとことだからな。せっかく諦めついたんだから。そうか、うん、それもそうだな。お前はちょこ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 、こなみにやらせりゃいいんだこんなこと。吐きやがら。そう？おはよう、あたしよ。奥さん。あら、起きてたの。ああ、昨日どうも。今日は早々とご苦労様でした。実はね、リスケさん、そのことでちょっと話が。は？その態度は。ねえ、やろう。いや、そうだ、その調子。いや、ほら、いや、ほら、来いな。その調子。いや、調子だ。いや、いや、いや。この子が来てからテレボーは変わりましたよ。それじゃテレボーはどうするんですか。だから言ってるでしょ、やっぱり私たちには邪魔なのよ。だから引き取るとしてももっと先のことにするわ。そんな勝手な。預かり金渡せばいいんでしょ。はい、これ刑務所。テルトシにそう言っておいて。私はもうこの家には来ない。だからお父さんとあの出しゃばりのお手伝いさん可愛がってもらいなさい。でも私の負けらしいわ。だって今の私にはテルトシのために泣いてやることなんかできない。女のサガ。
うまそうだろう。テルボーがな、このうちへ残ることになったお祝いだよ。何言ってんの一休さん、あべこべじゃない。いや、そうなったんだよ、急に。なんで。はい、本当かそれ。ええ、奥さんも根っからの悪い人じゃなさそうですよ。テルボーが、そうか。先生、怒るならあのおせっかい娘にしてくださいよ。あの子ですからね。もうけしからん、全くとんでもない娘だ。人がせっかくお前母親と一緒にさせてやろうと思ってるのに。とにかくこの権利書を私が預かりまして、銀行の貸金庫の中に入れておきます。でないと先生また新しい女を作っていつお選別にあげるか分かりませんからね。ひがむな。お前とは男っぷりが違うんだよ。カブトムシと女捕まえようと思えばいくらでも向こうから網に入ってくる。その網を貸していただけませんか。一つやる。穴が開いたやつ。そうだ。テレモ、おい。ねえ一休さん、今そっとしといてやって。いやでもさ、私が後で話すから。やっぱりショックなんだよね。兄貴、あの奥さんも気の毒だよな。いずれね、成川に捨てられるよ。到底一人の女で満足できるようなさ男じゃねえんだから。奥さんもそれがなんとなく分かってるんだよ。だからテルボーのこと諦めたんだ。じゃあなんで成川さんと一緒にいるのよ。バカみたい。私だったらもうとっくに飛び出しちゃうよ。それがね、女の悲しい業だよ。あ、いずれね、コナオちゃんにも別れてきなくるからさ。分かりたくもないね。全く不潔だよ。不潔だよ。それより権利書が戻ってきてよかったな。おい、なんとなく腹減ってきたよ。なんか作ってくれよ。オッケー、ゴミをつけ温める。あのさ、大丈夫かな、テルボー。あの子芯が強いから、さっきのタイのおかずでご飯でもおかわりすれば一発でケロリンコンってなっちゃうよ。かわいいとこあるじゃないか。不潔だって。当たり。テルトシ、ラジオ返せよ。お袋に見捨てられたんだってな。そりゃそうだ。お前みたいな子供は誰からも厄介者にされるんだよ。よしなさいよ、お兄ちゃん。ご飯だよ。ほら、お前の新しいママが呼んでるぞ。おっぱいの時間だってさ。お兄ちゃん、誰か、お兄ちゃん、どうしたの。誰か来てくれ、大変だ。テルボーが死んじゃってるよ。早く誰か、誰か来てよ、早く。どうした。テルボーが自殺してる。何。お父さん来てくれよ。テルボー、とにかく来て。来てくれ、おい、テルボー。先生、先生テルトシ、どうしたのみんな。泥棒でも入ったの。うん。おい佐田彦、先生冗談が過ぎるぞお前。だってあいつ本当に血だらけで胸にないよ。もういいよ、人探せだ。本当にお前はね、私に心臓麻痺を起こさせる気か。だいぶ血圧上がってきた。先生、騙しやがった。なんであの嘘つきを引き取らせなかったんだよ。もうあんな奴一緒に暮らせないよ。バカも。先生大丈夫。あとは分かるな。やれ。くそ。よし。く
そ、もっと憎しみを込めて。くそ、それだよ君。なんで。別に。何これ、チョコレート。悪い子。お兄ちゃん腰抜かしたよ。スッとしたな。バカ。旦那は何すんだよ。死んだ真似してね。本当に死んじゃった子がいるんだよ。今度こんなことしたら絶対許さないお姉ちゃん。いいかい、分かった。分かったよ。本当に悲しかったの。昨日の夜の方が今よりずっと悲しかった。なんでだろう。さあご飯にしよう。うん、ご飯終わったら稽古つけてくれよ。分かった、行こう。お前は悪魔の子だ。くそ。先生とリスケさん二人して失恋後遺症なの。それも先生の方がかなりの重症。私お母ちゃんと二人でそんな先生を盛り上げようって下手な演歌なんか歌っちゃって、でもとっても楽しかったのこれが。